ありがとう。純平さんもありがとうございます。すごい、たくさん流れ星やん。こんなにあったら願い叶うな。久しぶりに来れました。ありがとうございます。今30日ぶりの配信。ゆうりんさんもありがとうございます。ゆうりんさんも長星ありがとうございます。今の願いは何ありますか？そうだな、今やったら6日のライブ。目がキリッとしてるね。アイラインキリッとしてるかな。だからかな。ハッピー、ファンクラブで作ったハッピーです。ですです。みっちゃん、レインボースターありがとうございます。ね、楽しみ、楽しみすぎる。久々だもんね、皆さんにお会いできるのが。かずしさん、ハートありがとうございます。なんかフィルターかかってる。そんなことない。 YouTube の曲素敵でした。お、よかった。まだ見てない方いらっしゃいましたら、ぜひクレナチャンネルで見てもらえたら嬉しいです。影という曲、ゆうしさん、流れ星ありがとうございます。コメントはいつも読んでます。明日も配信しようかなと思ってるので、祭りだ、祭りだ、ありがとうございます。本当だ、バースデー。かずしさん、昨日おめでとうございます、お誕生日。ごめんね、あの配信終わったらすぐもう心込めて書くので、香港の KK さん、祭りでありがとうございます。ありがとうございます。忘れてないよ、コメントで言ってくれてたから。忘れた。やらかしたね。時々あるんですよ。ゆうとさんも祭りでありがとうございます。ありがとう。チャネタさんも祭りでありがとうございます。何の祭り？七夕やから祭りなんかな。ね、髪が伸びてきた。確かに最後に祝ってくれた。そう、クエナが最後に締めるから。何これ、あ、綺麗なやつやな。ガパンダさん、ありがとうございます。なんて名前なんかがよく分からん。
そう、鍵閉め。ありがとうございます。インテリさんも流れ星ありがとう。セイさんもお花ありがとうございます。ユタカさんハートありがとうございます。ありがとう。ムトさんもついでありがとう。みんなありがとうございます。いや七夕だよ。七夕だね。七夕は何するんですか皆さん。七夕ってケーキとか食べるもんじゃないのかな。ピーピーみちあちゃちさんも本当ありがとうございます。すごい流れ星が。願い事を言います。なになに。あ、七夕の日しか分かんないか。ゆたくさんなんて書いてあるんだろうそれ。ありがとうございます。ケーキ違うのか。あ、そう、クレナもさ、スーパーとか駅とかさ、あのよくあるやんか、自由に書いてくださいみたいな。あれクレナ書くタイプなんで、みんなの前で堂々と書いちゃうタイプ。よくさ、福井駅に書くとこあって、学校終わりとかによく書いてました。明日から大雨。もうずっと大雨じゃない。書くタイプです。かささん祭りでありがとうございます。当時なんて書いてたんだろう。でも友達と書いてたから、なんか友達のこととか、あとなんかテストのこととかを書いてたと思います。てかさん、愛さんありがとうございます。こんばんは、あきわさん。ゲスト、確かにね、自力で勉強するんですけど、まあでもね、もう学生じゃないから勉強することもなかなかなく。クエキあったあった。ディズニー行きたいんだよね。ディズニー、そう、すっごく行きたい。いつから行ってないんだろうな。え、三国のつけたことないんだ。こんばんは、もとさん。ムトさんも単独ありがとうございます。ふみてぃさん、まついでありがとうございます。ありがとう。海外も行きたい。海外も行きたい。いろいろ行きたい。北海道も行きたい。沖縄も行きたい。旅行したいね。スペースゴーさん、レインボースターありがとうございます。ミリタさんもお花ありがとうございます。フォローしました。おお。一回一回終わるたび消してるのかな。ありがとうございます。毎回服行きたいね。それのチチチチ BGM、マムさん祭りでありがとうございます。オカパンダさんも楽
本当にありがとうございます。ね、みんな行きたいとこばっかだね。やっぱみんなそうだよな、そういうもんですよね。一緒。今日はお米食べました。お米食べた。お米じゃあちょっとお菓子とみたいな。3年ぶりにショールーム配信来た。おお、3年ぶり、久々ですね。アッセス933、どうも。昨日ね、被害とかね、大丈夫でした？皆さん、雨やばかったもんね。結構ザーザーで。エースか、あ、呼び捨てしちゃった。エースさん、仙台行ってずんだ餅食べて牛タン食べたい、最高じゃん。それは最高。食べたい。ずんだ餅そんな食べたことない気がするんですよね。こういうの今週は雨が多分ずっと続くので傘は大事だね。なあ、雨の日ってさ、女の子ってさ、なんか洋服限られてくるから大変。そんな食べにおいで、宮城県民。おお、美味しいですか？ずんだ餅絶対美味しいよね。お餅好きやから。これも お久しぶりです。お久しぶりです。雲枝豆好き。枝豆結構ね好きで、でも自分でさ野菜で買って湯がいてってするのは怖いから冷凍のやつ買う。チェキさんハートありがとうございます。ありがとう。なんかもっとテンション上がる曲流す。また違ったやつ。春を感じる、心頭温まるBGM。な、夏だよね。あ、思わず笑顔になる明るい系 BGM だって。だってそんな21歳。これ声入ってんのかな。でも著作権フリーやから大丈夫か。え、枝豆って虫入ってるって言うじゃないですか。言うよね。あれ、メイク変えてないんだけど変わってる？うん、どうぞ。暑いよね。もう皆さんクーラーつけてますか？クーラーの時期始まった？そう、虫。
虫いるよ枝豆にはまだ？でもそろそろだよね、ムシムシするから。枝豆噛んで手出す。手で出す？手で出す時もあるけど、出ない時あるから噛む時もある。もう基本噛んじゃうかも。そこら辺の女子力ないので。ハリソンさん、祭りでありがとうございます。北海道19度、そりゃ寒いね。潔癖？うん、そうなんだ。そこら辺は全然大丈夫かな。これな、温泉とか苦手やけど。お腹すいた、お腹すいた。何時に食べたっけ。5時ぐらいに食べた気がする。お腹すいた。オーマイガー。いつものやつで、いつもの音楽にしましょう。あ、始まったって感じ。ダダチャ豆わかんない。ダダチャね、ご飯の話やめましょう。とりあえずお腹鳴る、お腹鳴ってるやめよう。祭りでありがとうございます。ありがとう。お腹すいた、お腹すいた。携帯も充電してないや。ちょっと待って。これもらったんですよ。誰からだと思います？しんちゃん、見てお尻出してんのしんちゃん、インスタライブで買った。あ、そっか。インスタライブのタワリコらへんってさ、なんかこういうの売ってて買っちゃった。この線の先っぽのところを加える感じなんて。私ファンの人にパンダのやつもらって、パンダのやつつけてたんだけど、やっぱさ、なんか汚れてくんですよね。だから買った。
オリンピック何色目な、な、あれ何、何色目何の種目かやばい、目悪くなったの、ちゃんと目なんか、なんなっちゃう種目。オリンピックって皆さん何見ます？スケートは私時々見てた気がする。でな、プルルさん、短冊ありがとうございます。スケボー、確かに夏だからね。あ、スイミングとか水泳、水泳とか好きかも。なんかさ、一回出て折り返し点でもまた順位が変わるから面白い。スイミングプールと思って、あ、スイミング、じゃあ水泳やってなった今。こんばんは。レナは泳げると思うけど、ずっとプールにも行ってないのでわかんない。わかんないけど、よく小学生の時お父さんとプール行ってた、連れてってもらってた。で、帰りには自販機のさ、アイスあるやん、それを買ってもらった。海は行くけど入らん。意外とね、夜のさ、夏の海好き。あんま行ったことないけど、バタフライなんて小学生の時やったことなかったな。うん、プールの教室みたいな授業でもバタフライはしなかったから。広瀬さん、お花ありがとうございます。ありがとう。夜の海って怖くない？けどね、なんか人いたら、あとちょっと電気あったら、そんななんか海の方には行かんけどな。ちょっと離れたところで友達とかと話すとか。花火したいんです、花火したいんです。全然ね、花火したいとかのコメントじゃなくて、夜の海は花火のイメージなんですけど、花火したいです。花火したい。東京ってどこができるの？こっちってさ、海の方行けばできるの？海の方？河川敷はダメでしょ。待って、マジお腹空きすぎてさ、ちょっと BGM 上がるね。雲です。公園は絶対ダメでしょ。
保された公園戦時期は、あ、そうなの、手持ちできるの、打ち上げじゃなくていいんだ、もう手持ち花火でやりたい、線香花火したい、いいよね、静かになってくれて胸、やりたいな、昔よくやってたんですよね、福井の時は。ね、お腹すいた、ダメだダメだ、うん、お腹空いたのってさ、ピーク来たらさ急にお腹いっぱいになりますよね、わかりますか、山がある、線香花火最後までできー、最後がわからん、あ、ひらひらまで行ったら、ひらひらまで行ったことはある、ただの燃えてるやつになるやつやね、わかる、やったご飯食べろいや食べたの、食べたんです、食べたから、食べたからって感じです早く次の曲流して、コーヒー後で外出よう、明日何時くらい配信しようかな、平日やと何時ぐらいがいいですかね、8時とかやったら見れる、みんな、あ、お風呂入ると分かる、お腹一旦落ち着く、てるるさん祭りでありがとうございます、ありがとう、21時多いね、希望同じ時間にするか、じゃあ止まんなそう、はいが21時希望、おー21時多いですね、ね、ゲーム配信したいよね、いやマジしたい、マジしたい、そうなんです、マジいつしよう、とりあえず6日のライブが終わってから、ちょっと機材いろいろ見て、エペやってもいいけどさ、マジコメント欄で怒らないでねその武器弱いから、それ取るのとかさ、これ今も絶対取った方がいいよとかさ、これ何も分かんないから、まあ、教えてほしいんですけど、あ、全然分かんないから怒んないでね怖い、なんかさ、そういうちゃんとしたゲームってさ、なんかアンチって言ってあれやけどさ、多いじゃないですかそう、マジで下手なんです、下手なの分かってるから、優しく
つあのうまくなってはないけど、最近あれ銃をしまいながら走り方を覚えた。あれ地図の出し方も分かったよ。あ、まあ設定によるけどさ、みんなのここ押せば地図が見える。あと顔死んでるからな、寝てやってる時マジ集中しまくってる。あ、あのねどこから撃たれてるか分かんないからさ、分かんないんです。当たれば赤の矢印で分かるんですけど、ヒュンって当たってない撃たれ方、あっちが撃てなかった時の銃の弾がどこから来てるのか分かんない。顔が死んでても全然綺麗です。え、嬉しい。絶対ないけど。お腹が空いた。笑うのはいい、笑っとくね。こういうのも多分下手すぎて笑うから。ランチさん、流れ星ありがとうございます。リカさん、ダイモさん、ありがとうございます。ありがとう。誰かとコラボするとか、いやコラボの仕方よく分からんから。あげてない、さっきあげた時だけ。平瀬さん、ありがとうございます。綺麗な景色。コラボするのはもうちょっと上手になってからにしましょう。僕の一個一個の動作をあの出てくるじゃないですか、それを見ながら押すって感じやから。なのでそうで、一人一人のさアバター、キャラクターのあの何特徴、なんだろう、技の使い方もよく分かってなくて。そうなんですよ。キルも今まで2回しかできてない。ちゃんと数えてるっていうね。そうです。でもやりたいから機材ちょっと一回もう一回ね試してやってみて、ちゃんとできそうやったら6日のライブ終わって次21やから、その間らへんでできたらいいな。だったらさ流れできそうだからする。 YouTube で。たかさん、アイさん、ありがとうございます。じゅんべいさん、ホイト、ありがとうございます。前回は声が多分小さかったんだよね。あと画質がみんな固まっちゃったね。デッドバイ、台湾ゆろゆろしさん、ハート、ありがとうございます。純明さん、ジジー、ありがとうございます。ショールームだったら軽いとかな。ショールームで配信ってどうやってやるんだろうね。携帯ゲームやったらできるんですけど。え、何のゲームする？スイッチ？エペ？
こういう CG ってグッドグッドってあおり、あ、確かにあおりもできるね。なあ YouTube でゲーム配信できなかったらこっちで青にやろう。青いの記憶しかない。あれマジで怖いからな。手合わせが。ラパンダさん流れ星たくさんありがとう。もうさすぐぶつけるからさあざがさやばい。テトリス撮ってたもんね。そのやり方もあるよね。あ、そうなんだ。グッドゲーム。え、本当にそうなの？いい勝負だった。へえー。なるほどね。そんなのもある。うん。いろいろやってましたね。ゲーム配信しましょう。皆さんゲーム好きですか？こんばんは、ぶっちゃん。モデリーさん、グッドゲームありがとうございます。携帯ゲームはずっと一生ハマってるやつが。でも画面を映すの多分できないよね。ゲーム好きな方多いよね。マジ下手くそなゲーム恥ずかしいけど申し訳ないけどやろう。最近ゲームしてない？みかさん、だるまさん、ありがとうございます。ありがとう。ね、ゲームは楽しんでるから、いつでも多分楽しんでる。パンダさん、長い帽子ありがとうございます。パソコンゲームって何あるんだ。マインクラフトも今聞いたことある。パソコンでバイオハザードってあるのかな。オスくれな、オス。エンドレス結構PS4 しかないんだ。あ、でも
あるのか。スチーム知ってる。そう、スチームでさ、ゲームしにするのに、あれ？それ違うわ。それは、あ、名前忘れちゃった。ディカードみたいな。違うっけ。こんばんは、たちさん、ショートさん、だるまさん、ありがとうございます。桃鉄もできる、桃鉄もできる。何のゲームをするかを楽しみにすることで、そうしましょう。多分事前に何のゲームするかはお伝えすると思うので、配信します。かっちゃん、ぐるぐるありがとうございます。おせっさん、ありがとう。チーム入ってるよ。でもなんかもう本当にね、パソコンの使い方が分かんなさすぎてさ、分かんないんだよね。使い方が。エペしかない。イベントでもらった紅茶飲みました。美味しかったですか？めっちゃわからんそれ。コミュニティって何？ストア。いろいろあるね。あ、でも本当だ、安くなってる。リトルナイトメア。どういうゲームなの？これって。プレイヤー主人公の少年モノとなって逃げる感じ。電波の発信源を探すこと。3960円か1000円。1000じゃない。めっちゃ安くなってる。3168円。え、これもある。なんだっけ、フォールガイズ。いらっしゃいませ。お疲れ。お仕事。いろいろゲームあるから、まあ一個ずついろいろとやっていきたいと思います。あ、ありがとうございます。綺麗な景色、短冊の綺麗な景色、ありがとうございます。
さん、明日からも雨の日々が続きますけど、明後日ライブやし楽しみましょう。頑張りましょう。ポングさん、ハートありがとうございます。ありがとう。こんばんは、クレニョ。カー君、こんばんは。明日からも平日、ひるにゃん、ハートありがとうございます。今日もすごいでした。わあ、お疲れ様。りかさんの夢ありがとう。こんばんは、たっちゃん。アイクロスかわいい。やったー、ありがとうございます。もっともっと頑張ります。自分磨き。あ、きよし食べたいの、食べたいの。モグさん、めっちゃかわいいの、ありがとうございます。家族がさ、さっき電話したらさ、食べたって言ってて、いいなって、いいなってなった。エンドレスパターンの、これは作業用 BGM やからかな。最後ら辺のやつ聞こう。聞いたことない。ね、ダメだ、またお腹空いてきた。ちょっとみんな、食べ物話ダメだってば。自分が悪いんだけど、ダメだってば。作業用動画、彼のギターの練習してていい？うるさいんでしょ。これね、誰も悪くない。配信終わったら、今日は1時間ほど配信しようと思ってたので、あと10分ぐらい配信したら、私も飲み物を買いに行きます。そうします。ピアノ弾けるようになりたいんです。エレキは弾いてるけどね、家でアンプつなげずに。今肩めっちゃ凝ってて、肩？肩甲骨ら辺と肩、なんだろう、ゲームやってたからかな。ギブソン特にあれよ、復活してるよ。猫背っていうのもあると思う。猫背頑張るわ。ベーンって曲、実証音合わせしてるね。
ったやつ。いただいた服も着てるので。お疲れ様です。ありがとう。見に来てくれてレアルマドリッドさん。ありがとう。お洋服はほんとさ、いくらあってもさ、着るじゃないですか。汚れたらさ、てかもう、ずっと着たらもう着れなくなるし。だから嬉しい。彼も買ってきてお使い頼まれたクレナアイスありがとうございます。ピノアソートを買ってきて、みんな頼むじゃん、おいじゃあどれか、コーヒー牛乳とちょっと太らなそうなご飯で、誰かにタックス。パピコがいい。ジュースも。やばい。面白い。ジュースアイスだね。アイスやったら何やろ。今何やろ。何食べたいかな。でも、ハーゲンダッツのさ、キャラメルのさ、あれ送りますか？なんか名前が出てこない、挟まってるやつ、あれ大好きでもカロリーが多分すごいんですよね、あれ。でもめっちゃ大好き。また食べ物の話になってる、すいませんやばいやばいよ、すぐ食べ物の話になるんだから、やばいね、食うのもダメだ。てめえさん、ジジありがとうございます。まだ高いよね、ハゲだし高いもんね。甘いやつ好き。でもラムネとかも好き。あずきバー知ってる、それ知ってるでもそんな食べないかも。おばあちゃん家によくあったから食べたぐらい。ヤシウさん、マグさん、アイスありがとう。タコもありがとうございます。ヒロセさん、短冊ありがとうございますスイカバー、ああスイカバー食べたことあったっけな。赤パンダさん、マイスありがとう、ありがとうございます。早い、昨日と雪見大学どっちが好き、うわー悩ましい。どっちだろう、どっちが好き。
雪見大福のちょっと溶かして食べるのも好きなんです。まあ、ピノもちょっと溶かしてからが好きなんですけど。わかりますか？ピノとかなんかチョコとかはまだ固まってて、噛むとちょっと溶けてるぐらいが好き。でも雪見大福かな。雪見大福結構好き。前買ってさ、明日食べようみたいな買って、そのまま帰ってきて、で冷蔵庫入れるの忘れずに袋の中入れたまま朝気づいてダメだった。給食のデザートであったっけな、アイスあったっけ、まずなかった気がする。最悪でしょ、めっちゃショックだった。え、今も雪見大福ありますよね。ないのかな。雪見大福一個ちょうだいって言われたらあげる派。人によるけど、あげるかな。人によるけどって言い方悪いけど、家族とかやったらあげないかな。友達とかやったら、あ、いいよってなるけど、雪見大福って2個しかないじゃん。どっちも食べたいってなるよね。こうして食べ物の話を続くって間違いない、間違いない。終始食べ物の話だね。やばいよ。2つあるんって全然2つないけど、食うのが1つ食べてて聞かれたらってことでしょ。でもね、こうやって食えるのあげたくないなって思うタイプだけど、人が食べてるの見たら、あ、1個ちょうだいって言っちゃうタイプだと思います。家族とかやったら。自分あげないけどもらうってね。食べる、夏前だけど食べる、冬でも食べる、食べたくなったら食べる。天ぷらに、天ぷらとかさ、あれ飴、でもあれ飴だったら溶けそうやんな。やってみたい。そうだよ、我慢が一番体に悪いし、後悔したら。みんなスイカボードね、スイカボードみんな好きなの？じゃあまた売ってたら買ってみよう。あんま食べたことないから。また出た、お疲れで飲まれた。ガリガリ君の僕が撮ります。やば、今日みんな面白い感じだね。ガリガリ君、ガリガリ君さ、噛めない。知覚過敏でも食べるけどね。
ください頼まないでください。買いに行きません。こういうのはもう多分配信終わったら買いに行く。めんどくさがっちゃダメだよね。カズさん絶対高いやつ選んだし、ゴディバのアイスって。給食で一番好きやったのは唐揚げは、なんかアーモンド系の唐揚げがあって、あれは大好きだった。アーモンドアイみたいなちょっと甘いやつなんだけど、あれはもうねちょびちょび食べてはご飯食べて、ご飯のお供に最高だった。でも最終的にはあの何だっけ、ソフト麺、ソースとしか出てこなかったです。ソフト麺が好きでした。あんま面白いし、なんだろうね、あんま覚えてないんだけど、すっごい美味しかった。うん。のは覚えてる。前さテレビでやってたけどさ。お米のムース、福井にある給食でよく出てくるんですけど、お米のムースは私好きやったのんびり1時間版。牛乳は瓶でした。そう、米のムースっていうのがあって二重になってるんですよ、白いやつと黄色いやつで、凍ってくるからさ給食のデザートって大体だから汚い食べ方やけど、上黄色いやつ食べてから白いやつを食べるっていう食べ方してましたね。でしかも白いやつって周りからさあの溶けてくやんか、で周りはもうなんかあの凍ってないんですよ。で周りから食べて、でその後スプーンもさ紙のスプーンやからすぐ折れ曲がっちゃうんですよ。だからもう最後残して食べてたね。何の説明やもうどうでもいいよね、ごめんなさい。でも福井にスーパーとかで売ってるところもあるので、お米のムースがぜひ。ドラクエの街入って、確かになんかそんな冒険のさ戦う前のあれだね、コースを決める前。この BGM クレーン合ってる？ほんと？合ってる？じゃあこんな感じで喋る。でもありがとう。こんばんもありがとう。カレーは飲み物ですよね。うん、好きやけどな。飲み物、そうだね。前髪切らんの？うん、一回切った。
でもまた多分ライブ前には着るけど。福井弁出てた？嘘。駄菓子好きです。ほんまにしません。ボングさん、バラありがとうございます。福井弁つないでて、え、嘘だ。やだ。こんばんは、はじめまして。 CNN さん、どうも。リコーダー好きやったね。うん、そんなガチにはなってないけど、クラブとか小学校のクラブ、音楽のやつ入って、まあ、リコーダー弾かなかったけど、木琴、鉄琴やってた。卒業試験。チャラーチャチャチャンチャラーチャン。その曲じゃなかった。そんな感じだった気がするけど。あれ言ったっけ、ヒロシさんお花ありがとう。ネカさんもありがとう。福井の言葉でちょっと関西入って、ああ入ってるね。なんか福井のさ、関西寄りの人たちはマジでもう関西の言葉、そうで、そういう子たちの周りにいたのもあってくれたのも関西入ってるのかな。もともともちょっと関西入ってそうな気もするけどな。クラブの発音が上気だった。クラブ、するけどのって言わん。そうやのは言うやろ。お時間と星お届けありがとうございます。ありがとう。じわる。でも作業用ラララコッペパン4時間あるよ。でフリーかわからない。クラブ、クラブ、クラブ。赤パンダさん、流れ星ありがとうございます。簡単。福井弁ってよく分かってない。お貯金、お貯金。ハーモニカ、なんだっけ、みんな一緒だと思う。ノは福井弁じゃない。どこのノかが分かってないんですよね。あのノは分かってる。そうやのは違うよね。福井じゃないよね。ほやのイコッサ、イコッサってさ、家族とか友達、友達でも早くイコッサって、イコッサが福井弁っても分かったから言わないようにしてるんだけど、
族とかの前やったらすぐ言っちゃうね。エンゼルランド知ってる。自信持ってこ。せな。ポンドさんありがとうありがとう。ユニアさんハートありがとうございます。待ってもう15分じゃん。早いよ。早くない？イコッセもイコッセも言う。なんか不思議な。なんか心を許したらめちゃめちゃ多分福井弁出ちゃうのかもしれない。マネージャーさんとかも言うもん。待って切れてない切れてない。嘘でしょ。切れたらくれな。怖い怖い。そんな。中段も福井。そう。ちょろちょろいっぱい言わない。福井弁ではあるけどね。まあ、でも方言っていっぱいありますね。長々配信しすぎてるので明日もあるし終わりますかね。みんな来ちゃうから。はい、ではランキングに移るね。13位、エルカさんありがとうございます。12位、ユリンさんありがとうございます。11位、ヨシウさんありがとうございます。10位、みちまるさんありがとうございます。9位、ロトさんありがとうございます。8位、ひろにゃんさんありがとうございます。7位、しげちさんありがとうございます。6位、みーたさんありがとうございます。5位、みっちゃんありがとうございます。4位、ひろせさんありがとうございます。3位、ゆたかさんありがとうございます。2位、ぼんぐさんありがとうございます。1位、わかぱなさんありがとうございます。ありがとう、ひろにゃん、かっこいい、ありがとうございます。ではではでは、また明日21時配信しますのでぜひ待っててください。ボングさんお疲れ、ありがとうありがとう。では明日から月曜日ですけど、お仕事の方、その他もろもろ学校とか頑張ってください。おやすみ、ゆっくり寝てね。たくさんね、長いこと見てくれてありがとうございました。バイバーイ、ありがとう、おやすみー。